このスバ。ダクネス。さらばだ。勇敢で愚かなクルセイダー。クソ、このままじゃダクネスが。冷静になって考えろ。スティールで武器を奪おうにもレベル差のせいで無理だし、クリエイトウォーターはかわされちまったし。でもなんでかわしたんだ。初級魔法のダメージなんて大したことないはずなのに。そうか、デュラハンの弱点は水だ。みんな水の魔法を使え。クリエイトウォーター。やめろ。やめろ。クリエイトウォーター、クリエイトウォーター。当たれ当たれ、魔力が尽きる前に。ねえカズマったら何を遊んでるの、バカなの。こいつ察しの悪いやつだな。あいつは水を大げさに避けてる。アンデッドは水が弱点なんだよ。分かったら水の一つくらい出してみやがれ、このなんちゃって女神が。あんたそろそろバチの一つでも当てるわよ、無礼者。私なら洪水クラスの水だって出せますから。謝って、水の女神様をなんちゃって女神って言ったこと謝って。あーもう、後でいくらでも謝ってやるから、とっとと出せよこのダメ神が。今ダメ神って言った。見てなさいよ、女神の本気を見せてやるから。この世にある全ての我が眷属たちよ、水の女神アクアが命ず、我が求め我が願いに応え、その力を世界に示せ、セイクリッドクリエイトウォーター。水が流される。水攻めか、こんなに激しいのは初めてだ。下着まで濡らされて流されるのも悪くない、いやむしろすごくいい。やりすぎ、やりすぎだ。アクア、これでもかというくらい流されましたね。外壁まで壊れて、アクアの魔法の威力は凄まじいな。だがいい経験をさせてもらった。何を考えてるのだ、バカなのか、大バカなのか。貴様らまだ生きてたの。でもチャンスよカズマ、今度こそお前の武器を奪ってやる。弱体化したとはいえ、駆け出し冒険者のスティールごときで俺の武器は取らせはせぬ。まとめて始末してやる。スティール。あの、そんな。おーい、みんなサッカーしようぜ。サッカーっていうのはな、手を使わず足だけでボールを扱う遊びだよ。そーれ。あー、足だけか、こんな感じか。ソーレット！助けこれだけ弱まれば大丈夫だろう。一思いに行かせてやってくれ。任されたわ、セイクリッドターンアンデッド。ちょ、まあ、
お待ちしておりました。実はカズマさんのパーティーには特別報酬が出ております。ふっふん、当然よ。私の力で勝利したんだから、取り分は私が多めよね。魔王軍の幹部を倒すなんてな、俺は初めからお前の中の輝きを信じてたぜ。俺の中の輝き。地獄の入り口に光が差す、古い言い伝えだったかもしれん。ふん、佐藤一馬さんのパーティーには功績をたたえ3億エリスを与えます。3億？やったぜ。大金が手に入った以上、俺はのんびりと安全に暮らす。それと、カズマさん、こちらも。実はアクアさんの召喚した大量の水により外壁などに大きな被害が出てまして。え？まあ、魔王軍幹部を倒した功績もあるし、全額弁償とは言わないから一部だけでも払ってくれと。報酬3億、そして弁償金額が3億と4000万か。明日は金になる強敵相手のクエストに行こう。血で血を洗う魔導の旅は始まったばかりですね。わざとじゃないのよ。だから借金はみんなで当分しましょう。どうしようもない仲間と共に、この理不尽な世界で一生暮らすのか。このスバ